神様はイエス様の3つの役割をすでに旧約聖書の時代にイスラエルの民に見せられました。1つ目はイザヤ、エレミア、エリアなどの預言者を通して神様の御言葉を伝える預言者の役割です。2つ目は罪のために神様と交わりができない民の代わりに神様に生贄を捧げた祭司長の役割です。預言者は神様の御言葉を民に伝え、祭司長は民を代表して神様の前に出ていく人です。3つ目はこの2つの役割を全てできる王の役割です。人間は堕落し神様を知ることができません。そのため神様のことを正しく教える預言者が必要でした。またアダムの罪によって神様の前に出ていけない人間の代わりに人間の罪を担う祭司長が必要でした。人間を神様の民とし司る王も必要でした。聖書はイエス様がこの3つの役割を完璧に永遠にされると言っています。イエス様の3年間の交渉外は預言者の働きの絶頂だと言えます。十字架で人間の罪を代わりにあがなう子羊になられ、審判を受けられ、祭司長の役割をされました。死に勝利され復活されたイエス様は神様を信じる全ての人間の主になられました。